初めてアリエクスプレスっていう、まあ、中華系だと思うんですけど、それの、海外通販サイトを使ってみました。この、サイクリングシューズですね、こちら、ロード用のやつなんですけど、こちらが、約3000円ぐらいで売ってましたね。送料込みで3000円ぐらいだったんですね。めちゃめちゃ安かったんで、まあ失敗してもいいかなっていう感じで、ちょっと頼んでみました。でこれすごい玉虫色というか、角度によって、まあ、全然色が変わるんですけども、ソールはまあカーボンじゃなくて、まあ、プラスチックみたいな感じだと思うんですけど、こちらの穴の方ですね、こちらが3つ穴と4つ穴 SPD-SL と普通の SPD 両方対応してるんで、これはいいですね。まあこのソールがカーボンじゃないということで、ちょっともしかしたら今まで乗ってるのが S-WORKS の、ロード6ですかね、 S-WORKS 6っていうカーボンのソールのやつ使ってるので、それと、まあ、違って結構柔らかく感じる可能性もあるんですけども、まあそんなにそのなんていうんですかね、硬いのが好みとかすごい、スピード出して走るってわけじゃないんで、まあこれでもいいかなと思ってます。ちょっと試してみたいなと思ってます。まあ本当出費が3000円ぐらいだったら全然失敗してもいいかなと思うのと、このカラーリングがとにかくすごいなと思って、ちょっとまあ試しに使ってみたいなと思って、注文してみました。で2週間ぐらいですかね、2週間ちょっとぐらいで届いた感じですかね。サイズは他のメーカーと同じような感じですね。まあ、特にサイズ感がおかしいっていうこともなく、まあボアも普通に使えますんで全然問題ないですね。一応こうメッシュの部分とかがあって、なんか割合3000円にしちゃちゃんとしてるなって感じはあります。まあ、今後のところで、まあ、実際履いてみてどうだったかとか、まあ、長期でインプレしていきたいなと思います。まあおそらくガチで使うとかでなければこれでも全然問題なさそうな気はします。まあ、ソールの硬さがどうかっていうのがほぼ全てだと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は、アリエクスプレス海外通販で買ってみた、ロードバイク用のサイクリングシューズの紹介でした。まだちょっと実装はしてないんで何とも言えないんですけども、普通にこう持ってみた感じだけの質感で言うと結構いいと思います。まあ3000円なんで失敗してもいいかなっていう値段もあると思います。今回アリエクスプレスを、まあ、初めて使ってみてというか、まあ、試しにこうちょっと失敗してもいいかなっていうのを買ってみたんですけども、ちゃんと届いたし、まあ、物もそんなに悪くない感じはしたんで、今後もアリエクスプレスでちょっと買い物してみようかなと思います。またそれで買ったものとかも紹介していきますんで、よろしくお願いします。それではまた。